今日はどうなんですか。明日はあったかいみたいなことらしいですけど、昨日なんか SNS でYouTube やってる人がコラボしませんかって来て、向こうのも送ってもらったんですよ。で、見に行ったんですよ。1万本ぐらいは出てるんですけど、登録者数200人ぐらいかな。ずーっと視聴回数ゼロなんですよ。でもね、1日にね、僕より上げるんですよ。もう1時間、下手したら1時間に3本ぐらい上げてる。なんかすごい上げてるんですけど、ずっと視聴回数ゼロなんですよ。遡って見てもずっとゼロなんですよ。もうたまに1回とか、まあ、僕が見たから1回回数、カウントされるんでしょうけど、ちょっと尊敬しましたよね。まあ、ずっとゼロでやり続けるって、普通は諦めるじゃないですか。もしくは何が悪いんだろうかっていうところを研究したりとかするんですけど、ずっとゼロなんですよね。ただ、コラボするにしては僕にとって何のメリットもないなと。ゼロだったら見てもらえないですからね。なんか YouTube やってる意味があんまり僕には見当たらないというか。そうですね。ジュニアさんの件で視聴者さんの方からの LINE をまず読みますね。ライズさん、おはようございます。3つ目の動画の内容が1つ目の動画の内容と同じになっているようでした。コメントされていた方もいらして、他の方からも連絡が届いているかもしれませんが、念のためお知らせします。身長と文春のお話、ぜひ聞かせていただきたく、再アップしてください。ジュニアさんとのことにはまた後ほど送ります。ミスりましたね。で、消したんですよ。削除したんですよ、その動画を。ただ、間違って別の動画も削除してしまったんですよね。失敗したなと思ってて。で、この文春と身長の話って、内容から言うと、ABEX の松浦さんが文春でガセネタ書かれたって話があるんですよね。まあ、夕刊富士かなんかでやってたの、ザクザクでやってたのかな。なんか、社員の人が大麻やってたのを、なぜか松浦さんがやってたっていうことになってしまってるんですよ。で、嘘ついてしまいましたっていう、その社員の女の子が言って、嘘つく方もどうなのって話なんですけど、週刊文春が松浦、会長が大麻疑惑みたいな感じで挙げたんだけど、まあ、それはもう完全にガセネタ。謝礼も払われてるみたいな。こう言ってくださいみたいなのがあって、シナリオがあって、謝礼もらってたみたいな話があって、大丈夫かっていう。文春も身長も大丈夫ですかねって話をした中に、それに絡めて、まあ、ABEX、知り合いとか友達が勤めてるんですよ、ABEX にね。で、その話をして、ABEX のその薬物、まあ、松浦会長はしてないって、まあ、してないでしょうね。それはね、立場もあるし、する必要もないでしょうけど、社員の女の子がやってた、私がやってたんです、みたいな。それを松浦さんが見てたんです、みたいな話なんですけど、それもどうなのって感じなんですけど。で、僕の友達も、ABEX にいた人間が、もともと ABEX 入る前から、もうジャンキーなんですよ。タイマーが好きで。90年代ぐらいですかね。で、入ったのは2000年、ぐらい。2000年ちょっとぐらいなんで、だから20年前ぐらい。その時に ABEX でのその薬事情みたいな、薬物事情みたいな、そいつと会って話したことを思い出したんですよ。で、その話をしたんですが、あまり伊藤純也さんとは関係ないんですが、興味もしあるんであれば、20年ぐらい前の話ですけど、ABEX の薬物事情について話したんで、興味があったら再アップしますよ。そしたら興味があるっていう方は LINE ください。それが多かったら再アップします。僕は上げた後どうかなこの話とも思ったんですよね。20年以上前の話で、時代情勢も違うじゃないですか。当時まだベルファーレとかあったんで。なので興味がもしございましたら LINE ください。で、また続きですね。ジュニアさんのことについて送ります。昨日森安さんが視察のためにフランスへ行くという記事が配信されましたが、その記事の配信元が夕刊富士でした。夕刊富士といえば、英子とされる女性が関係していたメディアと思われ、そのことに対して突っ込み入れる方々もいらっしゃいました。おそらく夕刊富士が伊藤純也さんの事件に関わっていたということではなく、たまたま英子がお世話になっていた会社ということなのではと思いますが、なんだかそれでも企業のイメージが下がるものですね。それから、この記事には、記者の名前が書かれていました。この記者はサッカー界隈では、あまり評判が良くない記者のようで、必ずしも記者の名前があるから信頼できる記事というものではないようです。この記事の中に、スタッドランサー6月の W 杯予選に伊藤を招集する予定があるかなどの今後について日本サッカー協会の話し合いを要求、森保監督は今でも伊藤を戦力とする方針は揺らいでおらず、フランスまで足を運び、直接本人に伝達される模様だということが書かれており、ランスと森保監督の思いが垣間見れました。森保さんは五輪予選でも視察されるようですが、最大のミッションは帰国がままならない純也さんに会いに行くことだろうと思います。そう、全然連絡取ってないみたいなこと言ってましたもんね。アジアカップで別れて以来の再会ですが、森保さんとしても心残りがあるのではと思います。森保さんの突出、フランス行きが、純也さんにとっての励みになることを期待します。それから、森保さんは純也さんのスタートランスの試合を視察するかどうかについてははっきり言及されていないようでしたが、フランスまで行って試合を視察されないわけがないと思っています。明日のスタッドランス対ニースの試合の中継に森保さんが映るかなと、少しそのことは楽しみです。ライダさんはそれからバンされないように気を使って発信をされているという話聞きました。ライダさん YouTube でお話しされているとき、配慮しながらお話しされているのがよくわかります。ありがとうございます。これ、夕刊富士って夕刊富士子っていうのに A 子が選ばれたんですよね。伊藤純也の事件がなる直前なんですよね。直前、ちょっと前ですよね。見てみましたが、夕刊富士のザクザクの話ですね。記者は、久保建英さん、この人なんか見たことありますね。名前は見たことある。なんか。で、僕がこの、あれの中で気になったのはここですかね。一番最後の部分でしょ。一方、スポンサーは今回のスキャンダルの怒りは収まっていない。JFA 内部でも伊藤が代表戦の夜に、出歩かなければスキャンダルはなかったという声もある。難しい状況でモチベーションを維持してもらう役割が森保監督に託されたと。伊東純也がそもそも夜遊びしなきゃこんなことにならなかったんじゃないかという声があるということなんですが、どの口で言うかとね、夕刊富士がね、夕刊富士子だろうと、そのA子はという感じですけどね、どの口で言うのかなと、まず反省しろって感じしますけどね。夕刊富士がね、すいませんと。世の中ではほぼほぼエコってそいつだってことになるんだけど、一応実名は出してないから言わないんでしょうけど、これを追ってる人たちから知ってみるとこれ反感でしかないんじゃないですか。それをやったのはあなたのとこの夕刊富士子の選ばれたあの人でしょっていう、そこすいませんでしたっていうとこなんじゃねえのっていうふうに、まあ僕じゃなくてもみんな思うんじゃないっていうと。厚顔無知っていう言葉ですよね。これ、どの口が言うかと。伊藤が代表戦の夜に出歩かなければスキャンダルはなかったと。でもそれを、そのスキャンダルを作って、もともと仕組んで作ったのは誰なのっていうね。そのでっち上げをしたのは誰なのと。夕刊富士子さんじゃないですかと。ほんとね、声を大にして僕は言いたいですよ。